さあ又吉さんの自宅もね今回お写真あります、はい、こちらこれなんですよ、すごい洋服の数、ね、このこれ何ウォーキングデッドの衣装だよ。これ何なん？これあの薬杉をプリントしてるらしいですよ。薬杉をプリントして色をつけてる。なんかセミとか寄ってきそう。そうですよね。確かに。まだまだ攻めてますよ。クローゼットの写真まだあるんですけども、はい、この奥の赤のなんか。お母さんの。これお母さんのじゃないです。コーデュロイで作った学ランみたいな。あれやったら他はどうなんですか？あの何でも合います。合わへんって。俺来てもいけんのか？後藤さん絶対に学ランの方に言うと思いますよ。いや違う。それはただの学ランやから。さあ佐藤さん参りましょう。今回ですね普段の生活を、はい、お友達の方にこっそり写真を撮ってきてもらいました。夜7時の佐藤さんを見てもらいましょう。うん、こちらこれです。はい、場所は新宿2丁目、佐藤さん大好きな2丁目ですね。もうこれグラスでかない？でかいんですよ。これだって生飲んでるわけじゃないでしょ。違います、焼酎です。焼酎をこのサイズで、でまあその後はこうです。カラオケ行きますね。テンション上がってますね、これは。楽しそう。やっぱ歌うの好きですからね。その後こういう感じです。ガンを飛ばすという、ね。お友達の方の証言です。ドラマで格闘のシーンがあって相手が本気でやってきたのでマジでムカつく嫌いと吠えていたというなんかリハーサルがあるんですけど、はい、ちょっと押したりとかグッて引っ張るっていうのをちょっと手抜くんですよ、危ないから。じゃあ本番の時だけ強くやりますね。そいつ初っ端からゴーンってやってきて、あれと思って、じゃあもう一回ってまたゴーンってやって、壁にゴーンってぶつけて、この野郎ってねちょっと思うじゃないですか。それがね何回か続くんですよ。ちょっと待ってっていうシーンでいきなりリハーサルだよ、爪グッと立ててきて、いや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 ってちょっと顔向けて、なんで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 って言ってちょっとしばらくしてから、ごめんさっき爪立てちゃった。